いらないです。いたしました。ではこちらゲートコスト、はい、ゲートコストお支払いためですとなりますので、店内では服装などに貼っていただくようにお願いしております。できるの。電動バイクはの市場はね、トレールタイプの方ですね、ええ、ちょっと枠になってしまいますので、はい、2時からになって2時から、はい、ごめん、伊沢君、イトレールパーティーやっちゃう、やっちゃいます、うん、この後、じゃあ、はい、こちらのお客様、もう走り出しちゃいますので、はい、そしたら説明の方から、はい、させていただきますので、はいはい、ちょっとだけお待ち、はい、走るとき、これ撮影とかしても大丈夫？それはもちろん大丈夫ですよ。たくさん宣伝してください。はい、こちらにご記入いただきたいです。はい。今日ちょっと紹介なんですけど、これはどうしたらいいの？これ持ってればいいの？あ、それはね、どっか見えるところに貼り付けといてもらえれば。剥がれちゃうよ。そうですね。うん、持っててもらってもいいですけど、はい、お声かけされちゃうかもしれないですけども。はい、努力します。大丈夫です。そうですね。見えるはい。はい。今回ですね。はい、まだオープン、正式オープンになってないんで、はいはい、試走という形で、はいはい、やっていただくんですけども、はい、アンケートをね、最後に、はい、QR コードをスマホで読み込んでいただいて、はいはい、アンケートページに飛びますので、そこで入力していただいて、はい、最後に、確認の画面、はい、こちらをスタッフに見せていただいた時点で終了という感じになりますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、わかりました。で、全てにおいて自己責任ということで、はい、走っていただくような感じになりますので、はい、説明を受けていただいて、読んでいただいて、はい、最後署名を、ね、いただいてという形になります。はい、で、署名はね、説明が全部済んだ後にしていただくんで、はい、こちらのね、まず、個人情報の、はい、こちらの方の、ね、記入をね、よろしくお願いいたします、はい、準備運動したらすぐに行きますんで、はい、はい、じゃあようこそイトレールパークへ、はい、いらっしゃいました。一応、この後準備運動をしたらすぐに、スタートになります、はい。じゃあまず今日私インストラクションやらせていただきます。戸塚と言います。よろしくお願いいたします。手首、足首とくねくね、まあ、バイク乗っていらっしゃったら、ね、もう、ね、大丈夫だと思いますけどね、まあ、普段使わない筋肉というのがございますので、肩と押し込んでいただいて、あと内側の筋肉をやっぱり使いますので、ね、少しだけ筋を押していただいて、という感じで、はい、先ほど操作説明、先ほど動画にもありましたけど、はい、覚えてます、はい、最初何を、またいでスタンド払っておんだっけ。そうですね、うん、あとキルスイッチだ、はい、キルスイッチが、うん、はい、これオートバイのキルスイッチと同じです、はい、マグネットになってまして、はい、近づけるとカチッと勝手にくっつくようになってます、はいはい、でこれを手首に巻いていただいて、はい、でもし、例えば転倒とか、何かわからないとかっていう場合は、左手を上げていただくとキルスイッチが勝手についてくるんで、はいはい、危なくないというような感じでね、はい、そういう、セーフティーの機能を一応つけてます、はい、なので、一番最初にまずね、手首に、はい、これを巻いていただくという形ですね、はい、あとはですね、
まあ、またがってサイドスタンドを払って必ず右手で、はいはい、ブレーキを必ず指を1本かけて止まっていただいて、はい、で右手で必ずメインスイッチをオンにしてください。メインスイッチとアクセルを同時に触らないようにという意味合いがありますので、この状態でもう走っちゃいます、はい、こういう感じで、はい、走っちゃいますんでね、はい、じゃあまたが実際にまたがってみましょう、はい、どれこれ、はい、普段はオフ車に乗られてますか、ね、はい、乗ってます。先ほど見た感じだとトリッカーですね。トリッカーですね。じゃあだいぶ大丈夫かと思いますけど、よいしょはい、はい、それでもう走っちゃうの分かりますかね。走ない、サイドスタンドを払ってもらって、で動き出しちゃうの、はいはい、聞こえますでしょうか、はい、大丈夫ですかね。これは 50cc 相当ぐらい、125の方、はい、あ、ごめんなさい。トリッカーもだいぶ車重軽いと思うんですけど、うん、だいぶトリッカーよりも軽い、まだ軽い、まあね、扱いはしやすいと思いますので、はいはい、ぜひその辺ちょっと楽しんでいただけると、はい、乗りで行きますんで、はい、まず最初にね、ちょっとだけここを周回します。右回り、左回りして、はい、その後に、セクション、この練習、はい、3つある、ね、セクションの練習をちょっとして、はい、それから本コース1周を、各セクションを見ながら、途中、ちょっと危なげなやつがあったりなんかするんで、あそこの4段の手すりのついた、はいはい、ものと、それからその後の、立体一本橋、はい、それから最後はあの、ドロップアウトですね。あちらの方を、はい、練習して、まあ、その後フリー走行で、はい、遊んでいただくっていう感じになります。ではまず基本スタンディングで走りますんで、はいはい、じゃあ左回り右回り、はい、ついていけばいいですか。後ろについてきてください。ゆっくりです。問題ないですね、全くね、はいはい、では1個ずつ、はい、やっていきたいと思います、はい、じゃあ最初一番奥の、コーナーバンクスからいきましょう、はい、右手側から入って左手側へ抜けるというような感じで、そんなスピード出さないでください。スピード出すと飛んでっちゃう可能性があるんでね、はい、ゆっくりとで構わないんで、はい、もし飛びたいんであれば挑戦していただいてもいいですけど、まあ、飛ぶと路面が傷むからやめろって。そうですね、一番最初に早く説明させていただきます。私が悪かったです、ね、3枚目ぐらいまででいいですか、はいはい、じゃあ、2回ほど練習しますんで、はいはい、そのまま、通って私の後ろについて回ってもう1回ってはい、はい、
今度は奥の、はい、パンプトラックというものをやっていきたいと思います。はい、まあ、コブが2つ連続であるんで、まあ、2つ超えたら、左で回ってまたもう一周はい、はい、したいと思います。ですね、上でコブを吸収するような形で肘でこう吸収するような形、はい、ここを取ってください。だからまあ実際はフロントタイヤが上に上がるんで、まあ、体の方が上になるような感じで、はいはい、まあ、言わなくても分かってますけど、はいはい、じゃあ行きますね、はいはい、はい、こちらもあの吸収するっていう形では同じですね、はい、で高くなっていくとリアにトラクションがかかってないと上まで登りきれないっていうことなので、はい、コイルスピンしちゃう場合があるんですね、ということがあるので、ある程度の速度は必要になりますけれども、まあ、基本上の方では速度をリアブレーキで調整してっていう形になります、はいはい、じゃあこちらも行ってみたいと思います。トライアルごっこみたいな、ちょっと。あ、なるほど。でも普段からじゃあやっぱりスタンディングで走ったりとか。これがやるなきゃ。一応やらせてください。じゃあもう一回、はい、あの同じことやってもらって。じゃあこれから本コースの方へ入っていきたいと思います、はい、通過してからコース進行します。後ろついてきていただいて、はい、ちょっと説明が必要なところでは1回止まります、はいはい、はい、じゃあ入ってきます。になります、はい、で両側に手すりがついてます、はいはい、理由があります。落っこった人が落ちました、はい、猿のために手すりをつけました、はいはい、もう一人いた私も落ちました、はい、転がり落ちました。で、まあまあ大丈夫だと思いますけど、まあまあ、はい、これもやっぱり上まで登りきらないとやっぱり途中でバランス崩しちゃうということになります、はい、先ほどの見てると大丈夫かな、うん、まあまあ、ただフロント上げて上げちゃダメ、あれルールがあるんで前タイヤから当てていかなきゃいけないんで、そう、ちょっと難しい、逆に、
はい、じゃあ行きます。はい、私すごい苦手なんで、はいはい、中級コースの方行きます、はいはい、余裕あれば上級コースの方行っても構いませんので、はいはい、終わったところで一回止まりますのでね。向こう側が階段になってます、はいはい、なんで落ちるときに、まあ、上で、まあ、ご存知のようにエアブレーキで調整してもらって、はい、で降りるときフロントブレーキは使わないようにしてもらって、はい、腰を引くような感じという感じですね、はい、もう教える必要はないと思いますけどはい、じゃあ行きます。はい、はい、これでこの後そのままフリー走行へ入っていただいて、はい、終了っていうまで2、はい、3周走っていただくような形になります。はい、まあ、あまりスピードを出しすぎないように、はい、ということでお願いします。はい、落ちた。はい。
大丈夫です。じゃあもう一周行きましょう。はい。
上手です。で、右手でね。エビナは競技があります。あ、本当ですか。スタンディングしてるのどれくらい止まってられるかっていうのが枠があって、その中で、うん、月間ランキングみたいのを表示してるみたいなので、ぜひエビナの方にも挑戦してみてください。これって市場用にパワー制限とかしてあるんですか。基本してあります、はい、ですよね。そうです。はい、あの別にわざとじゃないけど、あれこんなトルクかなっていう感じ。そうです、もうちょっとトルク出ますね、うん。まあでもなかなか面白いですね。ありがとうございます。楽しんでいただけると。ああ、本オープンになるとまだコースがね、これから変わってくる、はい、いろいろ変わってきますので、ぜひどんなセクションがもっと欲しいよみたいな、ぜひ入学していただければ。一つ気になったのは、あの何にも考えずに丸太ドーンっていくと、はい、リム打ちする感じが。そうですね、うん、これも空気はこんなもん。一応上からはこれでやれ、これでやれ、うん、普通の人向けだったらちょっと入れといてもいいのかなっていう気がしなくもない。そうですね、ちゃんとね、できる人だったら全然いい。そう、当たんないんですけど、ね、最初だけゴーンってあっていい。一応結構なんかいろいろ制約が、あ、そうなん、いろいろいじっちゃいけない、うん、一応そのこれ販売もしてるんですよ、はいはい、他のあの海老名とか、はい、なので基本何かを変えて、うん、あのカスタムしちゃダメ、うん、カスタムしちゃうと、うん、まあ、来たもんが違うじゃねえか。そう、そういうことになるんで、ちょっといじれないんで。なるほど、この辺は難しいですけど。はい、わかりました。すいません、ありがとうございます、はい、じゃあなんかあれスマホでやるんですよ。はい、そうですね。あとはアンケートに答える全部ご自身で。じゃあどうぞ。アンケート、これですね、はい、こちらの QR を読み込んでいただきます。はい、走り慣れてるから全然疲れない。まあでも思ったより汗かいてますね。お天気ともうちょっとね。そうですね、だから、まあ、慣れてる人だともうちょっとボディアクションが必要なセクションがあると面白いかもしれないですけど、そうですよね、まあね、限度があの競技者じゃないからね。海老名の方が室内でもっとセクションがギュッと凝縮されてますので、狭い場所でやるので、あのかなり技術的にはもう少し楽しめると思いますので、ぜひ海老名の方。トライアルっていうか、トレ的には海老名の方が楽しいかもしれない。これはトライアルっていうかトレッキングとか、ね、ハイキングだから、はいはい、そういう意味では移動区間で落ち着けるんでいいと思うんですよね、うん、あの外だし。爽快感はね、こっちの方が、ね、あると思いますけどもね。なので使い分けるのもそういう感じで、もうちょっと増やしたいって思うんですよ ね、 そうですね、もう少しだけ。まあ、ただいっぺんに何台走れるの。ね、今5台までか。5台まで4台までなんですけど、5台だと正直インストラクターがお客さん全部見れないんで、ちょっとその辺をこれからもうちょっと絞るかもしれない。でお客さんみたいにもう最初から乗れちゃう人ばっかりだったら、はい、5台、うん、そうそう、もう走ってるだけでいいんで。私がやったお客さんも押して乗ってられるっていう方があるんで、もう全然初めてバイクに乗るっていうお客さんもいるんで、そうなると思う。それ例えばカップルとかで来ちゃって、なんか男性の方は女性はバイクに乗ったことない、自転車にしか乗れないとなると、ちょっとやっぱり時間かかっちゃったりとか、インストラクター2人ついたりとかっていろいろあるので、正直多分ケースバイケースになっちゃうと思います。だから台数がもっと多いんであれば、このセクションとセクションの間少しないとね、今日みたいに止まって説明しながらって言うと、ちょっとやっぱりね、あれくらいのスペースがないと、その辺をちょっとまたアンケートをもとに、または実際にやってみたい、ね。まあ、全員に平たく満足はないですからね。どうしてもね、そこ目指してはいるんですけどね。まあ、多少初級中級の方向けかな。
っていう、今のところはそんな感じ。多分お客様みたいに乗られる方だとつまんないですよ、多分いろいろやれちゃうと。まあまあまあ、もうちょっと欲しいなとなっちゃう。だそういう意味でちょっとコース分けても面白いかもしれないですね、本当は、はい、ただバイク壊されちゃう可能性もあるんで、そうですね、どうしてももうすでにねステアケースとか作っちゃうとやっぱりどうしてもアンダーガードを打っちゃうと、さすがにいくら軽いとはいえ、やっぱり衝撃が繰り返しやってるとね、難しい、その辺はなかなか難しいです。あとは初めて乗った人が3周ぐらいで走ったって感じになるのか、もう1周したいなってなのか、そうですね、その辺がちょっとアンケート待ちです。そうですね正直今日みたいに前の方とお客様ぐらいで、まあ、こうやって空いてる時に来られたら、こっちも若干まあまあまあね、もう1、2周ですよ、次の人待ってるから早く終わってじゃないですか、ね、詰まっちゃうときはね、本当にキツキツでもう詰まってきちゃう。土日やばかったっす。本当ですか。24とか25で土日で来られるとさすがにちょっと時間も足りないですし、結局オーバーラップしてたりするんですよ、うん、ここで正規からやってる間に、はいはいはい、今日みたいに今日みたいな感じですね。でそれをずらしてったらさすがにちょっと限界がある、そうすると結局お客様が走って満足できる時間を伝えることができないので、なかなかちょっと難しいですけど、今日はもうありがとうございます。いえ、こちらこそ。本当に。やってみては微妙かなと思ったんですけどね。ちょっとね、朝のうちは怪しかった。まあ、今後ですね、どういう形で始まるかわからないですけど、まあ、まあ、よかったら Twitter 等フォローしていただけると、はい、その辺でこうなりましたみたいなことを、はい、私多分載せれると思うので、はい、チェックしていただくか、バイパラのホームページ、はい、あとは遊びに来てください。はい、まあ、あと撮らせてもらったんで、はい、あの SNS とか YouTube でアップしておきます。分かれば私フォローしてリピートしてもらって、分かりました。宣伝の方までしていただきたい、はい、一応よりよく頑張って作っていきたい、楽しくなるように、はいはい、はい、今日本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと写真撮らせてもらって、はい、はい。